よいしょ、始まってる。あれ、これ小学校見えなくないの？ごめんなさい、ちょっと9時だったんですけど、ちょっと遅くなってしまって申し訳ないです、皆さん。ちょっと時間ロスしてしまった。これで。コメント欄がちょっとまだ見えないんだよね。これコメントないだけ？待って待って。こんばんは、アリルンさんいるし、ちょっと待ってね。あ、コメント見れた。こんばんは。コメ、あ、そっか、YouTube ライブはコメント消えちゃうのか。こんだけ悩んできなかったっけ。わかんない、クマがやばいんだよね。こんばんは。よいしょ。またこっちに見えるようにしてくれ。こんばんは。クマがやばい。よし、あ、見えた。あ、 TikTok に慣れてるからYouTube ライブ苦手だ。コメント見て。じゃあ、あ、こうやって見ればいいのか。これはこれ消えないんだよね、こっちはね。よいしょ、ここでいいのかな。こんばんは。こんばんは、お疲れ様です。あ、これ名前違うけ分からんね、リスナーさんとか。じゃあいいですかね。話の方を進めて行きたいんですけど、皆さん。どっから話す？ちょっと一回。はい、ということでですね、お久しぶりです。アキルナです。お久しぶりでございます。まずお久しぶりというのと、まず、ですね、ちょっと YouTube の方を、多分1年、8ヶ月、9ヶ月ぐらい、ちょっと、そもそも、まあ今回のね、県の前にちょっとお休みの方をさせちゃってたんですけど、うん、まずですね、大前提に、皆さんもね、ご存知だと思うんですけど、自分の、事件について本当にね、皆様をお騒がせしちゃったのと、ご心配をおかけしたのと、そして、ルナ含め家族に本当にね、申し訳ないことをね、してしまいました。本当にね、そして皆様にまず YouTube の、一応 TikTok ライブの方でもやってるんですけど、 YouTube の皆さんには、本当にお騒がせしてね、まず申し訳ありませんでした。事件、それで、なんでね、今回 YouTube 動画でなく、YouTube ライブを選んだかというとですね、そもそもね、ちょっと事件のあの日から、自分が出てからですね、なかなかこう2人がね、こう時間を作る時間がなくて、こう動画を撮る時間がなくて、あげれてなかったっていうのがあります。で、ちょっと今日、まあ、自分の勝手になるんですけど、事務所の方とあと自分の家族にも説明した上で、どなたも話をした上で、ちょ、今日いきなりになってしまったんですけど、ライブ配信で、今後についてとか、話していければなと思って、ちょっと YouTube ライブでという、形を取らせていただきました。で、このライブは、アーカイブをね、残していきたいなと思いますんで、今こう現時点でライブ見れてない方も、見れない方のためにも、ちょっとこの動画は、残しておきたいなと思います。はい。で、一番ちょっとコメントもちょっとね、拾っていきたいと思います。全然皆さんちょっと思ってることとかあればコメントしていただければ。一応ね、その YouTube 動画だと、全部のコメントを拾えるわけじゃないんですけど、YouTube ライブの方だとね、コメントも拾えて、で自分の意見だったりで、今後のことについても話しながらね、
みんなが気になる質問とかも答えていけるんで、はい、一番自分たちがいい形かなと思って、ライブの方を選ばせていただきました。で、まず最初に、まあ、事件の件について、まあ、知らない方もいると思うんですけど、まあ、いたね、自分がこうルナに対して、まあ、蹴りを入れる暴行をして、逮捕されましたという。で、これに関して事実か事実じゃないかで言いますと、事実です。はい。で、そこに関して、自分がこう捕まったことにより、ちょっとニュースだったりいろんな報道に出ちゃって、で、ちょっと大きな問題になってしまったんですけど、で、2人の関係性についてなんですけど、よりを戻してるのかとかね、結構みんな、気になってることでもあるんですけど、別れてます。はい。あの、自分が、10日交流で、出てきた時に、あの、家族含めてルナと自分と、話、まあ、自分の母親、母親の、母親と家族含めて話し合いをした上で、まあ、自分のその、ね、感情というかを抑えなかったりとか、今まで結構ここでね言い合うことが多かったのも事実で、はい。で、ルナの意見からすれば、今後一緒にやっていくことは無理だということで、別れるという決断になりました。で、その中でですね、でもその子供たちは動物たちはっていうね、たくさんの意見があると思うんですけど、あの、自分はルナに対して、そのルナとかその家族の前で、お話をしたんですけど、あの、別れるってなってもその子供たちのサポート、まあ、もちろん養育費とかまあ当たり前なんですけど、そのサポートできるところはしたいという。で、子供の意見をね、尊重してほしいっていうことをルナに伝えて、で、ルナはその中で、まあ、自分なりに考えて子供の意見を尊重して今後はやってくれるという形になりました。で、ルナがとそれに関して、まあね、ここの関係性に関しては、まあ、ここは決めることなんですけど、やっぱそこの中に動物だったりとか子供たちだったりとかいるから、そういう面ではその何、私は今後この人と一緒にやまたよりを戻して一緒にやっていくっていう気持ちはないけど、そこはちょっと動物たちだったり子供たちだったりの気持ちを優先するべきかなと思って、まあ、そういうように一応しました。まあ、うん、かな。で、そして、で、その今その現状なんですけど、一応ね、あの、この YouTube 出てきて YouTube やってない間も、あの、 TikTok の方のライブ配信で、まあ、ここで、活動してまして、で、一応事情はね、ある程度今こういう状況なんだよっていうのを説明してるんですけど、やっぱね、結構気になって来てくれたりとかね、こうやっぱそういうコメントがあるんで、ちょっと今ここでもしっかり説明させていただきたいと思うんですけど、今そのルナはこの動物たち子供たちと一緒にいて、自分は今、母親や祖母の家とか、友人の家を転々としながら、こっちに来て動物のお世話をしたりしてる感じではあります。で、子供たちにもまあ何回か会ってます。一応その個人の方のね、ツイッターとかインスタの方でも、投稿させていただいてるんですけど、で、来期の方にはしっかりね、ちょっと自分の件でこういう風になってしまったことの謝罪と、まあこれからはね、まあ、一緒に住むことはできないけど、こう、まあ、父親としてやっていきたいっていう、その何かあればね、まあ、親として助けたい気持ちは変わらないよっていうのをちゃんと伝えて、で、それで来期が、言ってくれたんですけど、
前は一緒に早く住みたいっていう風に言ってくれて、まあ本当に申し訳ないことしたなっていう、親としてね、本当にそういう面がでかすぎて、うん、たまに音割れしてない、音割れしてますかね、みんな大丈夫ですか、音が分からん、音ね、音割れ大丈夫ですかね、音割れしてる、音割れしてる、時々してるかな、聞き取りづらいとかありますかね、結構ひどいんかな、とあれは画質も悪い、聞き取りづらくない、聞こえるか、大丈夫、大丈夫、大丈夫ですかね、画質こっから変えるのか、設定何になってる、ないね、設定がない、あれこれ違うか、そうエフェクトじゃない、あれ画質悪い、ないね、ちょっとないですね、貼り直したら、あ、すいません、貼り直したら直るそうです、ちょっとこれ、ね、大丈夫、画質も音も問題ないってじゃあ、電波の問題みたい、一応ここまでの流れなんか、質問とかあればコメントしていただければちょっと対応していきたいんですけど、うん、とも大丈夫、来季くんは来季くんなりに考えてるのかもね、二人のことを何があっても応援してやりやすいます、で、ブツブツはしますが大丈夫です、で、ですね、そしてですね、もともとアキルナの時に多分皆さんもね知ってると思うんですけど、引っ越しの件についてなんですけど、そこの件に関して今どうなるのって話なんですけど、ルナはね今この家にいる状況なんです、なんですけど、今ねもう、来期2年生があるタイミングかな、そうに、新居の方に引っ越します、そう子供たちと、で自分動物たちに関しては、自分が見てきます、全部かって言ったらもちろんそのルナに懐いてる子、ルナが迎えた子はそのルナが新居の方で、一緒にねやっていくっていう形になります、で今新居の方は改装だったりとか入っていて、それが3月中に、終わるかな、そうですね、なんでまあ新学期っていうんですかねのタイミングで、引っ越しをするという形になります、はい、家政婦さんへの旧車未払いの問題に関してはそうですね、これこれさんの件で取り上げられたんですけど、そこの件に関しても、もう弁護士の方を入れて、あとはもう自分たちと弁護士の、弁護士を入れての、家政婦さんとの話になってますんで、まあそこに関してまたね決まり次第そこは報告しなきゃいけないのかなとは思ってます、うん、はい、で、それでですね、今後の YouTube についてです、アキルナの活動についてなんですけど、ですね YouTube の方なんですけど、一応その今事務所キーっていうところに、所属をしてるんですけど、これからはルナはこのままキーの方に残ってですね、自分は、事務所を退所するという形になりました、で今後はルナ個人でね、事務所活動になるんですけど、こちらの YouTube については、悩み中です、悩み中、とりあえずその編集だったりをやってからじゃんで、やっぱ動画って上げれないし、
でこの今ねバタバタしてる中で編集時間をきちんと取って、まあ週に毎日とは言わず週に 3,4 本は厳しいかなって思ってて、まあ、できても月、まあ、2,3 本が限度じゃないかなと思って、まあ、とりあえず落ち着いてしまうまではと一旦保留っていう形でしたいと思っています。はい。で、今いる子たちの現状を知りたいです。今いる子たち、その動物、子供に関しては今ルナが、ルナはこの家にいて、その中で自分が通って動物の世話をしてる感じになりますね。はい。で、この子はこっち、この子はあっちっていうやり方になっちゃうんですけど、まあ、新居に移動するにあたってね。でも、自分たちの子には変わりないんで、まあ、距離ができても距離を保ちつつのサポートに、なってくるかなと。思ってます、うん、で、アキルナの YouTube はこの今回の件をもって、まあ、自分が、まあ、退くっていう言い方ですけど、自分がここで、終わりという形を取らせていただきたいなと思います。で、まあ、この実際に自分とルナと家族と話し合いをしたんですけど、実際ね、ちゃんと話し合いをした上で、まあ、和解はちゃんとしてます。はちゃんと和解をした上で、別れるっていうか感じを取ったんですけど、まあ、でも実際にこう世話とかでね来たりとかしてるから、うん、やっぱ会う時は会うんですよね。で、喋ったりする時は喋ったりするんで、TikTok とかの方の活動についてはやっぱみんな結構ね、アキラの動画の方は残しておいてほしいっていう、その TikTok とか YouTube とか残しておいてほしいっていう声が多くて、残しておく形ではいるんですけど、この男はマジで反省した方がいいよ。ルナさん本当に目しないでください。大丈夫です。あ、ちょごめん、マジでこっちがコメント拾えないから、こっちでも、うん、ちょっと一回コメント返してもいいですかね。ちょっとすいません、もうずっと自分がこう単独で喋ってて、じゃどのタイミングでコメントに対して返すのか分かったから、あ、そうだね、だから私とりあえず見てたんだけど、子供4人いますよ。見える？11ちょっと見えたけど、暴行し、そうで、そう、もう一個ね、そう、動物について、あ、動物、そう、子供についてなんか虐待してんじゃないかみたいな、子供で動物かについて虐待してるんじゃないかっていう意見もあったんですけど、そこに関しては真っ向から否定させていただきます。で、ね、これに関してはもうはっきり言いたいんですけど、結構なんか動物虐待してるのか虐待してないとかさ、 YouTube で活動してる以上、で仮にそういう公にやってますみたいな、もちろんなんか劣悪な環境でっていう風な取り上げられ方をしたんですけど、虐待っていうのもあくまでこうなんか掲示板だったりそういうところで書き込まれてそうなってんじゃないかみたいな感じに今言われてますけど、そこの感じ、事実に関しては否定させていただきたいと思います。はい。こ、動物に手を出せたら、まあ、犬たちも TikTok 見れば分かると思うんですけど、胸張って言うことではない。あ、でもまあ事実の否定か否定、あ、事実か否定かで言えばちゃんと否定はね、そこはさせてもらいたいと思います。で、特定動物いなかったっけ？それはアキトが、あ、そう、特定動物は、まあ、一応自分が見る感じですね。うん。で、その暴力に関しても、もともと結構ここで言い合いになったりとかしてたんですけど、その殴る蹴るを日常的にやってたって、それに関しても違いますね。ただ結構お互いにヒートアップしてっていうのがね、実際にあったっていうのも事実で。で、その暴行に関してはもう、ほんと自分の非なんで、もう自分が実際やったことなんで。うん。なんでそこに関して、そのどんな風にやったとか、どういう風にやったっていうことに関しては、うん、言うつもりはないですね。YouTube ライブとか
では言うつもりないです。途中から参加で、あ、アーカイブは残します、しっかり。俺コメントが見えない淡々とちょっと編集ができないもんでね、見づらいかもしれないんですけど、ごめんなさい。子供4人は別々にならない。あ、子供たちはもちろん一緒です、みんな。はい、みんな一緒でいるなと考えてて、で、自分がちょっと、うん、サポートできればなと。まあ、これね、ちょっと何回か配信の方でも言わせてもらってたんですけど、いくらみんなにどう言われようが親には変わりないって自分は思ってて、ルナが新しい男と付き合おうが結婚しようが、それはもう本当ルナの人生なんで、そこはもう本当にルナが今後決めていくことなんですけど、でも血のつながってる子供には変わりないから、うん、親には変わりないんで、しっかり距離を持ってできることはやっていきたいし、うん、支えていきたいなって思ってますね。それもルナにちゃんと、言わせていただきましたうん、そう、親同士の物事と子供には関係ないんで、つまりサポート、言い方、ごめんなさい、言い方、ごめんなさい、言い方間違えてます、はい、支えていきたいなというふうに思ってます。実はルナからあればその感謝で言っても、じゃ見えないんだよ文字、これでかくできんと思う、文字わかんない、たら置けるんだけど、ほなべという限り責任は最後まで取るならみんな何も言わない、そうですね、ちゃんとそこに関しては最後まで責任は取っていきたいと思ってますんで、はい、みんなね、やっぱすごい子供と動物のことを心配してくれてたんで、本当にそこに関してはみんなに迷惑かけないようにね、あ、みんなに子供たち動物たちは迷惑かけないように、やっていきたいなと思いますんで、見た目に関してはもうすいません、こういう見た目なんで、そこに関して言うのはちょっとご遠慮ください。子供たち見えなくなっちゃいますか？子供たち、まあちょっと今後 SNS 上はちょっと考えてますね、出すか出さないか。そうです、で、すいません、ここも言わせていただきたいんですけど、なんでちょっと今後ね、そういうのを気をつけていきたいかというと、まあその今回の件でちょっと記者が入ったのもそうなんですけど、実際ね、記者ではなく視聴者の方で、自分の家につきまとい、車の写真を撮ったりとか、してる方がいました。まあ言ったらその家族がいる以上、やっぱそういうことがあると身の危険を感じました。まあ言ったら自分たちの車が写るように写真を撮ったりだとか、こう張り込んでなんかストーカー行為をしてる人がいて、身の危険をね、感じて、まあ自分たちだけだったらまだしも、一応動物子供もいる家庭なので、そういうことがあると、やっぱそういう身の危険を避けるようにしていかなきゃいけないんで、うん、じゃあそういう面でちょっと子供は怖いかなっていう、レキもやっぱりね、小学校上がって自分で登下校するようになってから、今まではね、幼稚園の間送り迎えだったけど、それがなくてちょっとまあ途中からでも一人で帰ってくる、歩いてくる距離があるから、それで考えて、もしものこと考えたらちょっと怖いかなっていうのはある、うん、なんでちょっと SNS 上のその子供たちの、その、なんだろう、なんていうと、出すのはちょっと控えようかなって思ってます。
で、なんかそれに関して、有名ならしょうがないっていうのがあったんだよ。でも、一応ね、こう、知名度があろうがなかろうが、プライベートはあっても当たり前だと思ってるし、いくらね、YouTuber とはいえ、配信者とはいえ、全部を話してるわけじゃないんですよ。全部を SNS で出してるわけじゃないから、そこはご理解していただきたいなと思ってます。気になるしね、やっぱ YouTube とか妊娠 Vlog とかからやってて、生まれる前からやっぱ子供たちのことを知ってくれてた人が多い中で、やっぱ成長を見ててほしいなって思う反面、やっぱそういう行動だったりとかする人たちがちょっと増えてきてが原因だね、一番は。それがなく、うん、こう温かい目で見てくれる人だけだったら別にそういう心配もないんだけど、そうだからね、ちょっと控えようかなって。ちょっと待って、一回こっちで YouTube 見ても早い気がする。ちょっと待って、今見た？アーカイブ残るから大丈夫だよ。これちょっと見てきますね、ごめんなさい、自分も。そう、防犯グッズだから、そのあれなんだっけ、なんだっけ、カメラとかも一応置いてます。携帯と連動して見れるやつで、ちょっとモデレーターなんでちょっとコメントの管理が全部できてないんですけど、で、動物の話をお願いしますっていう、動物のことは都合悪いから話さないよ。いや、とんでもないです。コメントがあれば全部読みます。はい、動物のじゃあコメントに関していきます。じゃあよいしょ。で、動物の件に関してですけど、今後はですね、動物に関しては、その特定動物に関しては、まあ、主に自分が見ていく予定で、で、引っ越しする先についてはルナの方に行く子もいます。はい、でさ、ちょっと1個ずつのコメントなんですけど、お姉ちゃんは横浜の方にも引っ越してますよ。ラーナもそうですね、自分が見ていく感じですね、ラーナに関しても。メインはこっちの名前で登録したい。公表していない亡くなった動物はいますか？公表、してなかった、その休止してて公表できなかったり、自分の心の整理ができなくて公表してなかった子もいます。で、それをね、これこれさんに取り上げられて、こその袋はどうなったんですかって、聞かれたりもあったんですけど、全部が全部こう SNS で公表できてたかっていうと、できてないです。ですけど、そのそれもね、なんか掲示板だったり、ある特定のねアカウントでなんか虐待して殺してるみたいな、なんか証拠もないのにそういうのを取り上げられて、正直そこに関してはもう全力否定したいですし、そんなこと一切自分たちがね言ったこともなければ、自分たちの口から言ったこともなければ、みんなに話したこともないんですよ。はい、なので、その情報についても全部を全部鵜呑みにしてほしくないなっていうのはあります。うん、2ヶ月も餌も掃除もしなかったってルナさんが言ったんだろうって、そこに関してすいません、それもね、ルナに甘えてて、掃除がほとんどルナがやってたっていうのは事実ですね。ルナはなんか世話をしなかったっていう言い方をしてたんじゃなくて、掃除をしなかった、掃除を全部私に任せてたっていう言い方なんですけど、こうね、自分が全部ルナに任せちゃって、自分はなんか餌とかもう散歩以外はちょっとルナに任せたのはあって、甘えてはいました。でも二人の子だから、そこに関しては本当に
2人で見るべき、ちゃんと世話も掃除もね、ちゃんと2人でやるべきだったなというのは思いますね。うん、でもなんか世話もしてないっていう言い方はちょっと言い方の問題的に、掃除をしなかったっていうのと世話をしなかったですと、ちょっと大きなズレがあるんで、はい、ルナちゃんの意見はルナちゃんの口から言った方がいいし、ルナちゃんの意見が口から聞きたいって。うん、まあそのだから今の話も、あ、そうだよ、あの TikTok ライブで多分私が1月配信つけた時に話したことなんですけど、それもその時に言ったんだけど、その全部が全部、例えばじゃあ子供のこと、動物のこと、家のこと、まあその他、まあ、まあ買い物だったり日用品とかそういう全般的なことをずっと全部が全部ずっと最後までやらなかったわけじゃないんですよ。で最初の数ヶ月間はここだけやらなかった、じゃあその次の月になったらやらなかったところはやりだしたんだけど、今度別のところをやれないようになっちゃったっていうことなんですよね。その時話したんですけど、それもだから餌をちょこちょこやってたけど掃除はしてなかったとか、そういうこと言ったことがあるかな。日常掃除をちょいちょいやらせてたっていう言い方だね。で子供のことに関しても、だからお風呂入れるけど、例えばなんていうのかな、あげるまではやらないというかそう、誤解招く言い方だよねって、言い方っていうか多分そういうふうに捉えそう、まあ言い方もそうだし、多分誤解を捉えるような、まあ招くような発言をしちゃったのかもしれないですけど、うん、まあ、こういうふうに、まあ、その時も話したんだけど、まあそのまあ、聞き出したタイミングもあるのかもしれない、そのリスナーさんが、うん、実装に引き取られたの、いや来季もいますよ、来季はちゃんと学校も通ってます毎日、はい、学校も通ってて、リアナとかルリアとかレリコもね、一応みんな保育園も学校も毎日通ってるんで、うん、まあ、でもそこに関しては事実なんで、うん、なぜ今言い方変えるの、あれだけアキト君のことを全面否定してたのに。じゃあ出会った当初から最後まで何一つしなかったと私は TikTok ライブで言ってないですよ。最後のこうやってその1月年明けてからこういう、まあ、警察も含めてお世話になった件の前の2ヶ月間は確かに何もしなかったです。でもその前、その2ヶ月以上前はやるところはやってたよ。じゃあ掃除をちょろっとやるなり、ね、子供たちをちょろっと見るなりはやってたよ。ってことです。あ、動物たちが元気で、ですね、今こう実際にこう世話に来たりとかしてるんですけど、なかなかね、じゃあ TikTok で動物たちを映ってるかっていうか映ってないし、子供たちはそういう家庭日常をやってるかでやってないんで、できればですね、Twitter インスタの方では、自分たちの個人の Twitter インスタの方では動物の投稿もこれからちょくちょく上げていこうかなって、実際も上げてるんですけど、気になる方はぜひね、動物の件に関しても、見ていただければ、はい、まあ自分のタイミングになってしまうんですけど、上げていこうかなっていうふうには思ってますんで、うん、いらな、そうそう、できてるところもありできてないところもあったっていうこと、ただそれにプラスして最後の2ヶ月間こうやって別れるってなった時の前の2ヶ月間は何もやってなかったよっていう話そうですね、本当はですね、自分たちも一応ね、こう YouTube って、まあ、仕事の一環としてやらせてもらったり、配信もね仕事の一環としてやらせてもらってたんですね。でもやっぱその今回やっぱ動物の件に関しても子供の件に関してもやっぱ
すごい、まあ、アリアはこうやってる、これはこうやってる、こういうなんかことをやってるみたいな、その炎上も含めそうなんですけど、事実も含めそうなんですけど、事実じゃないことまで言われてて、でなんかやっぱ動物は商売道具で迎えてるのみたいなあのことも言われてて、実際ね、あの元々自分が YouTube やる前から、配信やる前からずっと多頭飼いで、やっぱそういう風に言われると、やっぱこう SNS でこう動物を使ったやり方をするのはちょっと違うのかなって、思ってて、普段はやっぱ自分個人でやって、本当なんか好きな時に移してっていう感じでやっていこうかなと思ってますね。うん。ラピュタさんなぜ2ヶ月か、あ、だから甘え、さっき言ってた。結局言ったら私がやってくれるっていうの分かってるからやんなかった。ちょっとコメント読みながらになっちゃうんですけど、うん、子供は今後ちょっと控えようかなって思ってますね、出るのは、まあ、子供動物含めだね、そこに関してね、うん、TikTok の人になんでそんな動物飼うのって聞かれて、バズるためですって言ってたやん、よくわかるわ。え、実際その証拠があるんで、その証拠を出していただければ、はい、もちろん、なんだろう、実際じゃあ全部の知識を持った状態で迎えた子がいるかっていったら、もちろん知識があんまりもともとなくて、そこから勉強しながら真似もしながら迎えた子もいるんで、うん、全部が全部じゃあ確定でもマックスじゃ迎えたかっていうと、実際そういうわけでもないし、で、やっぱ多頭飼い自体がやっぱそもそもね、全部肯定されるものかって言ったら、やっぱ否定派の人もいるし、うん、肯定派の人もいるし、そこに関してもやっぱ、うん、それぞれなのか、意見の、まあ、それぞれ思うことは違うなっていうのは思いますね。たくみチャンネルに言ってたの忘れたのって言ってるよ、その子が。たくみチャンネルさんとコラボしたの1回しかないですね、 TikTok ライブで。その時でも事件の件については結構問われたんですけど、あのバーの人、そう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 、動物迎えたらお世話するのは当たり前だろ、しないなら迎えるなよと思う。一応あのそこに関しても言わせてもらいたいんですけど、2人で迎え入れて2人で面倒見てた上で、俺がルナに甘えてルナがやってたっていう感じです。分かりやすく例えると2人の子には変わりないですよね。ただ俺の甘えでルナにお願いしてルナにやってた、世話してないではないんですよ、まあ、そこに関しても言い方の違いは、その言い方の捉え方のやっぱ違いがあったのかなっていうのは思います。ですね。証拠動画送るって、あ、了解です、待ってます。インスタ、ツイッターどちらでも大丈夫なんで、お願いします。その甘えが、そうですね、甘えがなのも自負してます、自分の中で、うん、あ、一応今来た人もあのアーカイブは一応残るので、見れる時間に見てもらえたらと思います。で、ルイズ元気だよ、ルイズ。え、じゃあ特定動物のルナちゃんも見てたってこと？あの特定動物は自分が見ててもルナが見ててもどっちも違法性がないですし、動物、特定動物のそのトレイの掃除とかは自分がメインでやってたんで。だからあの登録の名前のメインにこっちの名前があって、サブに私の名前があるだけで、どちらを世話しても大丈夫なようになってます。養育費はもちろんです。もちろん払ってくる。てか払っていますね。もう現段階で。なんだかんだ二人の、喧嘩をしながらもお互いにしかわからない絆で繋がっていて、
分かれないなと思っていましたから、あ、その2人の関係はですね、まあ2人で決めて別れるっていう形を取ってるんですけど、その子供たちに関しても、あ、子供たちに関しては、動物のことに関しては別問題で、自分の子供子たちには変わりないんで、今後も自分たちでこうできるとこ、まあルナが子供たちでルナがメインで、動物は自分がメインでってなっちゃうと思うんですけど、やっていきたいなとは思ってますね。うん、そこに関してもちょっとみんなに、ご理解してもらいたいなっていう、やっぱ結構別れたんですかとか、今後どうするんですかっていう質問も多かったんで、はい、ルイズ元気です、はい、ルイズもね、長生きよね。で、そのライラ、リリー、ライラがリリーを食べたっていうことに関しても、すみません、きっかけ喧嘩です、はい、そこに関してちょっと説明させてもらいたいんですけど、もともとライラとリリーって隣同士で飼ってて、で自分がその不在の時だったんですけど、あ、俺あれ言ったっけ、んその合宿行ってる時なんですけど、その時にそのルナと姉が見た時にその喧嘩しちゃってて亡くなったっていうのが事実で、なんか食べられたっていうのは事実はないんで、そこもコレコレさんのところに取り上げられて説明してるのかな、うん、アキルナチャンネルはどうなるんですか。今後はそのルナ個人でやっていくんですけど、ルナとその事務所との話し合いで決まってくる感じ、うん、あともうとりあえず今のその、まあ、引っ越しが目の前にあったりだとか、まあ、新しい学校に来期はやっぱ変わってしまうんだけど、まあ、そこでちょっとで来季も慣れてきて、いろいろいろんな面で落ち着いてからかな、どの道その上げるってなったの動画を、だからとりあえずそれまでは保留という形で事務所とも話をしてます。ちょ、荒れてるコメントとかアンチコメント、ちょっと非表示ブロックさせていただきますんで、そこちょっとご理解ください。こっちの方で今やってるんで、あるあ、まああったりとかね、うん、地元ね、福岡ね、帰りたいね。今後、秋田さんが動画出ることはないんでしょうかって。そうですね、YouTube はやっぱ長時間こうやっぱ一緒にいるわけではないから、そういたとしても世話だったりとか、こうやることをやるためにこう通ってるんで、その状況下の中で、こう YouTube の企画撮ろうかとか、ってなるとやっぱ相当の時間だったりとかかかってしまうから、うん、実際それができなくて、 TikTok に関しては正直決めてないですね。残したいっていうのはあるんですけど、エキゾチック、エキゾさんですかね、うん、何やかんだみんな方の家の問題にとやかく言ってはいけないと思います。明菜さんは動物に愛情があると思っていますし、お子さんたちにも優しく接していたと思います。動物たち、子供たちを、絶対に大切にさせるのは二人はこれからも幸せでいてほしいです。いや、ありがとうございます、本当に。ありがとうございます、うん、喧嘩して亡くなったのは事実ですね。そこに関して自分の飼育の不備でっていうのはもう多分動画、YouTube では多分初めて言ったんですけど、YouTube ライブとかでは言ったんですけど、TikTok とかコリコリさんの件では、言ってます。はい。やっぱ、そんなに、隣同士で飼育してて、それで起きた事故には変わりないんで。うん。うん、で、YouTube も TikTok も動画も残してほしいな。ルナちゃん、マキト君、ありがとうございます、本当に。で、ですね、TikTok の動画に関しては、やっぱみんなの意思を尊重したくて、自分の中で。
YouTube は実際もう時間的な問題だったりとか、やっぱその現状ね上げれないですけど、 TikTok はね15秒とかさ30秒とかの動画で、なんかここの関係終わっててもなんかこう動画でちょっと上げるっていうのは正直 TikTok ができるじゃないですか。なんでみんなのその意見だったり意思を自分は尊重して TikTok だけでもなんか活動できればなっていうのが自分のちょっと個人的な思いではあるんですけど、やっぱ動物子供、まあ子供はね多分映すかあれだと思うけどさ、うん、動物のことも結構みんな気になってくれたりとかするし、やっぱねうん、TikTok、YouTube してもらってる方がたくさん多い中で、こう別れてもできることではあるのかなっていうのは、まあ、今現状の中ではですね。それで、アキルナの方でもそうなんですね。その、ご飯タイムとかもやっぱ、うん、やってたしね。それ二人で話してから決めたらいい。やりづます、本当に。で、その、全部が全部ね、実際こう言えてるわけでもないし、言ってなかったこともあったし、言ってなかったのをきっかけでやっぱこう、実はこうなんじゃないか、こうなったんじゃないかって言われてるのも事実なんですけど、でも全部を鵜呑みにしてほしくないっていうのはもう、俺とルナからの本当に言いたいことで、うん。やっぱり自分たちの口でちゃんと言わなきゃいけなかったのかもしれないけど、言ってなかったこともあるから、そこもやっぱり理解してほしいなっていう。より戻るんですか、まあ、その、そこはルナがいいと思うね、しっかり。話的にはもう戻るつもりはないです。そうですね。かな。一応それ以外で、ルナさんが黙ってコメント読んでるけど思ってることはないんですか。あるな話したぞ。あ、すみません、自分がねちょっと全部話しちゃってるとこがあるんでちょっとごめんなさい、ルナがちょっと一回すみません、ちょっと、戻るつもりはないです。ただその中でそのまあ人的にはそのパパの役目のことは子供たちにはやってあげたいっていうから、まあそこはまあ立てるじゃないけど、まあ、そこに関してはいいかなって、子供たちもそこで子供たちが毛嫌いするんだったら私はね、ごめんなさい、ごめんなさい、マスクは勘弁くださいすいません、はい、養育10万本もらいな、こいつから育てる時間を働けるんだから、養育費に関してはちゃんと2人で決めた金額を、出してますし、二人でね、やっぱ活動してた中での、その、二人で生活してた中の支払いは全部、自分が、持つことになってるんで、そこに関しての支払いはちょっと、しっかりやっていきたいなって。で、動物たちも見てる間は、こう、自分が帰るのは自分が全員分出してね、やっていってる感じではあります。はい。話は途中、どっちだった？ん？どっちだった？離婚したんですか。もともと結婚してないですね。家政婦に払うお金は。ではその家政婦さんの件に関してはすみません、第三者挟んでるんで、でそれも先ほど説明した通り、もう第三者挟んでる以上は話せない内容もあるんで、よろしくお願いします。ちょっと非表示、ブロックではなくて非表示させていただきますので。ご飯食べてるよ、大丈夫だよ。2、3食は食べてる。1日ね。アキドさんは分かってないでしょう。まあ、自分の意見、自分の意思としては、
もちろん子供たちのそばに寄り添ってっていうのがやっぱ一番理想ではあるんですけど、でも実際そういうね風にしてしまったのが自分なんで、そこに関して受け入れてます。亡くなった動物たちは今日、お墓作りました。ですね、亡くなった子たちに関しては共同墓地で、で、一回そのルナとも提案するときに、まあお墓を個別で作りたいなっていう自分の意見を言ったときに、ルナはいやそれをやったらじゃ共同墓地に入れてる子たちがかわいそうでしょっていうことだったんで、みんな共同墓地で統一させてもらってます。はい、最初の一番最初私が来る前の子たちとかもみんな共同墓地にいるって聞いたから、私はだから今いる子たちももしその時が来たら絶対共同墓地にしてっては言ってます。個別にしないってなんか私的にそのなんか何やろ、差別じゃないけどそういうつもりじゃなくても、なんかそういうふうに私が捉えちゃうから統一がいいっていうには言いました。クロムはいますよ。じゃあどうかな、ここら辺でいいですかね。じゃあ最後に、はい、ということでですね、質問ここで終わってもいいですかね、皆さん。まあ、あとはおのおのの配信で。はい、気になる方はそうですね、TikTok ライブとか個人でね、やってるんで、そこの方でもし気になることがあれば、言っていただければと思います。ここの今のこの YouTube ライブアーカイブに残るので、まあ、動画残します。まあそこまあ、気になる内容が、まあ、そこのね入ったタイミングでその前にうちらが喋ってたら、まあ、そこで理解してもらって、そこで答えられてないなと思う質問に関して聞きたいなと思う方は、まあ、おいおい、まあ、どっちかの配信のタイミングで聞いてもらえればなと思います、はい。まあ、DM とかでもいいし、ね、SNS 個人で持ってるんで。あけど自分ばっかしゃべるなって、そのルナのね説明もね、そのうん、じゃあでも基本的にみんなが多分聞きたいところは大体一緒なのかなって思います、コメント見てて。それ以外にあれば DM でもいいし配信でもいいし、聞いてください。はい、ということで、ようわからん。分からん。全部は全部でこう話してるかって言ったら、ちょっと話してはいないんですけど、じゃあみんなが気になってることとか、そのアキルナの今後についてはしっかりちょっとここで話さなきゃいけない問題だったので、そのためにちょっと今回ね、その今までのその謝罪も含め、そのアキルナの今後についてで、これからどうなるかっていうのをちょっと話をメインでさせていただいてるんですけど、他に気になることがあれば TikTok ライブとか、配信の方もやってますんで、そっちの方でぜひ、コメントしていただければちゃんと答えますんで、おのおの、まあ、リアルね、はい、まあ、DM だったら、まあ、後々でも、はい、はい、よろしくお願いします。返せるタイミングで。で、最終的に YouTube は今後はルナで。TikTok に関してはちょっと、今後は私なんだけど、一応保留ね。うん。保留ね、活動は。で、TikTok の活動については、配信、もちろん、メインはもう個人なんですけど、TikTok 動画の方に関しては、アキルナの動画の方に関しては、ちょっと考えていきたいなと思ってます。でもみんなの意見だったりそういうのを尊重して話し合いをして改めて答えていきたいな、あの動画をやるかやらないか
決めていきたいなと思ってます。じゃあ一回コメントおこう。ということで本当にね、アキルナで、YouTube 活動をして本当3年間かな2年間 YouTube は3年になるなったね、多分なった、なって本当ね、たくさんの方に支えられて、もう本当楽しい時間もあればみんなを困らせることもあって、迷惑をかけたんですけど、本当ね、あの応援していただいてありがとうございました。ありがとうございます。今後はね、こう個人で、これから、まあ、プライベートになっちゃうんですけど、こうお互いサポートし合っていく中で、まあ、お互いの人生を歩む感じなんですけど、やっぱ間違いなくね、こう視聴者さんとか、見てくれる人とか応援してくれる人がいたからここまで YouTube 活動もできたし、今自分たちがあるのは間違いないなって思ってますんで、あの YouTube の方はこれでまあアキルナは終わるんですけど、まああのね、個人で公開 SNS 活動はしてきますんで、そこはね、おのおのまた来ていただければ嬉しいです。まあそうです、あの自分です、全部原因は自分なんで、もうあの今回の原因に関してはね、とりあえず、まあ、今後はね、さっきも言ったように SNS 上の活動を今まで2人でやってきたんですけど、まあ、それが2人でやらなくなるだけでお互い多分個別で SNS にはいるので、あの気楽に来てもらえたらなと思います。はい、ということで、じゃあ、はい、これをもちまして、YouTube ライブの方は終わらせていただきたいと思います。このね、動画は、このライブはアーカイブとして残しますので、はい、ぜひね、最初から見てない方は、最初から見ていただければ嬉しいです。ということで皆さん、最後いつも通りのあれでいく、いや違うやろ、最後笑ってほしい。 YouTube 楽しかった、ありがとうございました。本当ありがとうございます。うん、気を向いたら一緒にやるっていうか、その TikTok とかそっち系も本当にね、一緒にくださいね。すごいね、なんかあの今ね、20万人ぐらい登録者がまだいてくれてびっくりなんですけど、ご活動したい中でね、そう、最初はあの YouTube のアカウントを作ってから半年間動画も何もあげずに放置してたのを思い出しました。ん、 YouTube のアカウントを作ってから半年間やらんかったよ、うん、何もあげずに、うん、でもその中で1万人登録者がいてくれたのを思い出したなと思って、あ、懐かしいなと思って、そういうのも2人で幸せになってくださいって、寂しいけどお疲れ様でした。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今後はおのおの活動していきますん で、はい、で TikTok の動画の方に関してはまたもしアキルナで上げれれば上げていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。ということで最後はこれで終わろうか。これでやるの、これいくの、大好き、応援ありがとうございました。ありがとうございます。楽しい時間ありがとう、ありがとうございました。じゃあ最後これで、じゃあみんなもじゃあみんなもいいですかね、覚えてますかね、見てくれてた方。はい、これもね、最後一言言わせてください。何があっても動物子供含め全部自分の子、全部ね自分の子で当たり前なんだけど守ってきますんで、
SNS で出ることがなくなったとしてもね、自分たちの子には変わりないし、あの今後も、守っていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。嫁かのします、あの今はあれなんでオブリガチャオ、ありがとうございました。ありがとうございます。寂しい終わりだな。それ挨拶、始まりの挨拶と終わりの挨拶して終わるか。なんで始まりの挨拶を今やるの。最後始まりの挨拶もして、やっぱこうね、あのいや、まず最速のあれやろ、オープニングエンディングじゃない。そしたら絶対ね、ちょっと最後定員も含めて終わろう。定員も食べていきます。アキトとルナで、アキルナです。定員はい、ということで、本当、今まで応援ありがとうございました。ありがとうございます。これからは、TikTok でお会いしましょう。はい。オブリガ。チャオ。お疲れ様にだ。お疲れ様です。